ちは。あれですな、ハマスターライブ配信の映像も。いや今日もね、大晦日ということでね、まあ皆さんいかがお過ごしですかという感じですね。まあ、バラですはね、大晦日も関係なく毎日ライブ配信でございますからね。一応ジャパンはね、もうあと50ミニッツでニューイヤーでございますね。ハムスターベイビーズたちもね、元気でやっておりますので、皆さん、お暇な方は見ていってくださいね。どうもです。ありがとうございます。ツンツンさんどうもです。アンパンさんどうもです。で、こちらがハムスターベイビーズになっておりますね。みんな寝てますね。まあ今年もいろんなことがありましたけどね、まあ来年もいい年になればね、いいですよね。まあうちのハムスターもね、来年はいっぱい旅立っていくと思いますので、皆さん欲しい方はね、DM の方よろしくお願いいたします。いやバラですもん、年越しそば食ったりして、もうだいぶへばってきましたけどね、今からカウントダウンに向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ハムちゃんはこんな感じで可愛らしく仕上がっておりますのでね、欲しい方はハッピーニューイヤーハムちゃんをね、可愛がっていただければ、ハッピーニューイヤーハムハムです。ハムスター行く年来る年ですね。君は行く年来る年かい。君も行く年来る年かい。君も行く年来る年かい。あ、ヤジュさんどうもありがとうございます。ハムスターの赤ちゃん欲しい方は里親募集しておりますので、 DM もいただければよろしくお願いします。こんな感じで可愛らしく仕上がっておりますんで、噛んだりしませんしね、うちのハムスターはね、母乳育ちですからね、母の愛情をですね一身に受けて育ってますんで、人間怖がらないですからね、ぜひともよろしくお願いしますね。で11匹ベイビーでこっちにも住んでますね。今二手に分かれて、で今日1匹ね、あまりにも暴れん坊のやつを隔離したんですよね。まあそいつぐらいですかね。こっちは4匹か5匹ぐらいいますね。まあ、ちょっと頭挟まってるで、まあいいか。こんな感じで仕上がっておりますね。今日はあんまブロッコリーないですよけど、まあ、野菜でも食べてね。はい、喧嘩しない喧嘩しない。喧嘩が多い人はね、別室になりますからね、来年からね。あんま喧嘩しておりませんよ。まあ白いのも黒いのもいますし、グレーのやつもいますしね、いろいろいますんで、この子なんかも
ちっちゃいですけど可愛らしく仕上がっておりますんで、よろしくお願いいたしますね。いやー、本当1年を振り返ると長いようで短いような1年でしたね。やっぱり来年はね、いいことがあればいいですね。まあ、そればっかりですね。さあ、じゃあまあ、年末年始ハムスターにはあまり関係ありませんのでね、まあ、一応時計置いときますかね。よいしょ、時計を一応置いときましょう。今時間はこんな感じですね。ジャパンはね、ジャパンタイムですよ皆さん。ジャパンはヨーロッパより8時間、アメリカ大陸より16時間、17時間早いですからね。おやじさんもハムスター飼ってるんですね。うちも大量にいますよ、ハムスター。うじゃうじゃいますね。お引っ越し。また一人今日もお引っ越しされましたね。まあ、どっちにいてもらってもいいんですけどね。まあ可愛いもんですわ、うちのベイビーたちはね。まあ白い子はね、もう1匹決まったんですよね。あと10匹決まってないんで、オスとメスなんですね。じゃあちょっと繁殖でもしてハムスターだらけにするのもいいですね。まあ、バルデスんちもいっぱい生まれたんでね、里親に出しましたね。みんな幸せにやってくれてたらいいんですけどね。まあ、来年からねちょっと募集枠を広げてね、1月中に東京まで行こうかなと思ってるんで、新大阪から東京の間の新幹線の駅で渡しますので、ご希望の方はぜひよろしくお願いします。こちらが白いハムスターのシロちゃんです。可愛いですね。シロちゃんもハッピーニューイヤーがもうすぐ始まるからな、わかるか、ハッピーニューイヤーで。Do you know ハッピーニューイヤー？ハッピーニューイヤーはな、1年の始まりなんや。わかるか。ハッピーニューイヤー is the first day of the year。わかるか？帰るんか。うるせえ、飯を食わせるとおっしゃってますね。やっぱ戻るんかい。この人いつも脱走するんですよね。この手前のシロちゃんとはなんかあんまり良くないんですかね。シロちゃん3匹いるんですけどね。あ、ケイコさんどうもありがとうございます。キラさんもありがとうございます。バラデスのハムスター年越しライブストリーミングへようこそ。まあ自由に抜けていただければ全然構いませんので、やっぱハッピーニューイヤーですよね。まあバルデスもライブ配信ね毎日やってるんで、もう曜日感覚がね、恵子さんどうです。
あんまないんですよね最近ね。一応カレンダーは家に置いてあるんですけどね。そこ入れへんで、めっちゃ回るな。かわいいね。そこは喧嘩しない、そこ喧嘩しない、そこも喧嘩しない、喧嘩したらあかんで。さあじゃあマミーもね年越しなんで連れてきますかね。あ、一匹ね隔離したやつがいるんでそいつも連れてきますね。なんか暴れん坊のやつがね現れて、この人が暴れる君です。なんかでかいんです一人だけ。暴れる君暴れたらあかんで、暴れる君だけに。もちこさんも出てきます。もちこさんは今日も元気そうですね。みんなマミー帰ってきたで。プロボクサーになるまであと2年さん、ありがとうございます。プロボクサーって18からなれるんですかね、知らないですけど。16。サクちゃんどうもありがとうございます。大丈夫ですか。ちょっと新年なんでね、風邪ひいたらもったいないですからね。体調には気をつけていただいて。もちこさん帰ってきましたよ。まあ痛い時はね、まあ、バファリン飲んだりロキソニン飲んだりしましょう。もちこさん中でむっちゃ管理を受けられておられますね。しないですよ、うちのベイビーたちは噛まないです、もう人慣れしてるんで。全く噛まないですね。今おかんと喧嘩してますけど、このビッグボーイやっぱ隔離、君はやっぱり隔離された方がいいです。君もおかんよりデカなってるよ。まあ、おかん大変や。お母さん大変ですね、これね。せっかく飯食いに来たのにね。君でかいね。君ちょっとおかんに絡みすぎやで。その青春じゃないねんから、その中二病みたいになってますよ。中二病ですねこれはね。反抗期ってやつですね。第二反抗期ですね。君中二病やだろ。君も一人でね暮らさないと。
さくらちゃんちはもう中二病どころか一周回ってもなんか兄弟みたいになってますね。ちょっとおかんに絡まない君たち、もうそんなでっかなっておかんに絡んでももうプリプリやな、でっかなって。ああ1歳なんですね、いいですね。そうですね、もうそろそろ開けた方がいいですね。もうちょっとしたら、っていうか明日刑事会に行くんですけど、今日も行ったんですけどね、今なんかでかい虫かごが季節柄売ってないっていうね、悩んでるとこですね。ルーミーを11個買ってこようかなと思ってるんですけど、でも里親に行くかもしれないんでね、まあルーミー半分にして使おうかなと思ったり、まあいろいろ今考えてるとこですね。おかん大丈夫ですか？おかん大丈夫ですか？おかん、君らおかんに絡みすぎやね。どんなにおかん好きやね。もうさすがにおかんおっぱい出ないですよね。もう母乳出ませんので皆さん。おかんに群がりすぎやろ。どんだけおかん好きやん。はい、喧嘩しない、喧嘩しない、はい、喧嘩しない。おかんちょっと大きいですね、でもやっぱね。それでも子供なめなめしてますね。でも子供が噛んでくるんで鬱陶しそうですね。大変や、おかん大変や。さくらちゃんちは子供2匹ですけど、それでも喧嘩してますからね。ちょっとおかんに餌でもやっぱ、あれおかん、おかんここに暇だ寝るとこからな、君らおかんに絡んだあかんで、ちょっとちょっとおかんに、おかんに絡まない。君しつこいよ、ねね、おかん帰りましょう、ね、いで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 、おかんこう暇だね、はい、入れとくからな。むっちゃ追い回してるし、なかなか大変ですね。追い出されてる。そう、おかんに用意した暇止めなんですよね。君はちょっとどいてください。お母さん暇止めどうぞ、ゆっくり食べてください。ゆっくりゆっくりゆっくり食べてる暇ないですね。おかんそこに逃げ込んだら出られなくなりますよ。君は追い回しすぎです、はい。君もちょっとダメです、はい、ダメです、はい、ダメです、はい、出てください、はい、おかんちょっと落ち着きましたね。
みんなもプリプリですね、ほんとね。でっかくなりましたね。あ、いじめない、はい、友達いじめない。友達というか兄弟やけどな、いじめたらあかんで。お母さん自由に飯を食ってくださいね。やかいですね。DY さん、ユーザー 6OG さん、のぞさんの前でございます。喧嘩しない、喧嘩しない。はい、君、おかんの餌を奪わない。シロちゃん脱走しない。シロちゃん脱走したい。シロちゃんオンステージする。短っ。シロちゃんオンステージ短いな。じゃあ他に帰れますか。じゃあね、はい、君おかんに喧嘩売らない、はい、サバの時よりしつこいですね、子供はね、はい、そっちも喧嘩しない、はい、そっちも喧嘩しない、喧嘩する人は隔離しますからね。ダメですよ。あなた脱走しない。あなた脱走しない。あなた脱走しない。ダメです。ダメです。ダメです。アルビスさんどうもです。まあみんなでいるのはもうね、今日で終わりですから、明日からみんな別々生活。喧嘩しない、喧嘩しない。このグレーのやつも荒いですね。君もいらんことしやね。こっち、はい、君どこ行っても怒られてるね。なんかかわいそうになってきましたね。まあね。お、ミンドさんどうもです。ニューイヤー配信へようこそ。今ジャパンは23時34分です。今ハムスターベイビーズたちの喧嘩を仲裁しているところです。なんかみんな集まってきましたね、こっちの部屋に。おー、むっちゃまだ喧嘩売ってますね。すぐ喧嘩しますね。もうオスメスでだいぶあれなんでしょうね。大きくなってきたら性欲が出てきて、食欲よりも性欲的になりますからね、オスはね。
ハッピーニューイヤーで、シロちゃん。やっぱオスたるもの、性欲が強くないとね、クリオみたいになれないですからね。なんかギューギューしてきましたね。まあ今年もいろいろありましたね。まあ来年もいろいろあると思いますけど、まあ飛躍の年にしたいですね、バルズさんね。 YouTube もね頑張っていきたいですし、まあね、ハムスターもね、来年からはちょっと広げ、募集範囲を広げてね、東京までね行けるように頑張りたいですね。なんかみんなこっちの部屋集まってきますね。なんでなんですかね。もう大きくなりましたよ、本当にね。ハムスターギューギューが、締めといてあげますよ。はい、ハムスターリュウリュウの方、こちらになります。今3名様リュウリュウされてますね。2名様リュウリュウになりました。なんかもう自由自在に駆け抜けてますね、家から家へ戻るにはやっぱ。あなたは脱走しない。あなたは時計確認しなくていいです。今何時かな。あなた時計読めるんですか。12時38分やで。おなんかまだ移動されますね。いやー電気いっぱいですね。混んできたらこっちへ移動するんですね、やっぱね。まあ賢いんだかなんだか、まあ場所の取り合いみたいな感じですよね。ユーザー8号さんにバラをありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ来年もね、たくさんのハムちゃんに癒されたいですよね。まあ、バルネスもね、今年矢心地を何キログラム買ったかわからないぐらい買いましたけど、来年も矢心地、まあ、2週間で1週間で1個消費するとして、できれば50個ぐらいはね買いたいと思いますね。まあでもハムスターの数が倍になるとね、50個では済まないかもしれないですね。まああとあれですね、エアコンぶっ壊れましたね。直りましたけど、やっぱ一年中回してましたからね、ハムスターのためにね。まあ餌にも気使いましたし、いろいろやりましたけど、まあでもやっぱ死ぬもんは死ぬんですよね、ほんとね。なんていうか、みんな2年持たずにねお亡くなりになられますよね。
まあ年末年始ご挨拶ね、大人ハムスターもじゃあ今から一品ずつご挨拶ということでね、やっていきますかね。ナーシャさんどうもです。ロアマナーさんどうも。ああ今日お掃除ですか。いや大変ですよね、ほんとね、ハムスターの掃除はね。まあルーミーは掃除しやすいですからいいですけどね。砂替えたり毎日しないといけないのがいっぱいいるとね、来年もサラットグリーン100個目指して買いたいと思います。まあ今年はね4月ぐらいからずっとゆうこさんベイビーたちも旅立ち、本当たくさんもらいましたよね。ああ、レンガしない、レンガしない、すぐレンガすんだから。一匹なんかね、暴れん坊のやつがいてね、今日から隔離してるやつがいるんですけどね、今ちょっと戻してるんですけどね、あいつは危険人物ですね。まあもうそろそろ無理ですね、多頭飼いはね。2022年あっという間でしたね、本当にね。いろんなことありましたよね。なんかまさかと思うようなことがやっぱいっぱいありましたね。まあ戦争が始まったり、テロが日本で起きたりね、いろいろありましたが、本当にまた追い回してるし、君はね、もう君でちょっと隔離、君も隔離、もうプリプリの走りやな君は。さっきのデブクリジローは隔離されましたんで、あとは何かありましたっけ。あ、なんかあれですね、なんかジャニーズが解散したりとか、そういうのもありましたね。そんな逃げんでも、逃げすぎやろ。こちらは直人ですね。直人はイケメンですね。やっぱクリオに走りが似てますね。プリプリの走りはクリオを彷彿とさせますね。ちょっとうるさいねんけども、ちょっとうるさいねんけど、あんまキュー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 、もう本人の中では 10km 逃げてきた感じですかね。まあ実際ハムスター1日 10km ぐらい走ってるらしいですよね、ほんとね、回し車とかね。いや悩みますね、どうしよっかな。ルーミーを5台買って半分にして使おうかな。ね、減ってきたら広くしていってみたいな。虫かご買ってもいいんですけどね、どうせ1000円ぐらいすると思うんでね、でそれも使わなくなったらもったいないんでね。でもルーミー半分にして使うと回し車がダブルで、まあ、ルーミーね安いとこやったらね結構安くて買えるんでね、
もっと小さいやつとかもいっぱいあるんですけどね、金網のやつはねバラですとあんま使ってないんでね、金網のやつはうるさいですね、ガリ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 ね、なのでどうしようか迷ってるとこですね。あ、ちょっと落ち着いてきたところで、木村さんどうです、アムスター年越しライブです。いや、それでは今年も皆さんを楽しませてくれたハムスターたちを今から紹介していきたいと思います。子供たちはちょっと下がってください、脱走してはいけません、あなたたち脱走を見かけたら隔離しますからね。時計は今46分ですね。まずやっぱりクリオ君ですね。眠たそうな顔してるな。クリオです。クリオ君今日も全力でやる気ないですね。はい、皆さん大好きクリオくんです。まあクリオもいっぱい子供作りましたよ今年はね。よく頑張ったぞ。昨日子供部屋に入れたらフルボッコにされてましたけどね。りょうくん新年のご挨拶したから方がええんちゃうか。こんにちは、クリオです。昨年は非常にお世話になりました。今年もあ、なんか一人落ちましたね。クリオくん一人落ちました。子供が一人落ちていきましたけど、ちょっと探しに行ってくるんで、クレヨン見といてください。テーブルの下にいますね。まあ、こっち寄ってきたらまた捕まえておきますね。あ、木村さんも買ってられるですね。はい、黒豆ちゃんです。黒豆ちゃん、あきおめことよろ。やっぱ新年早々喧嘩するんでしょうね。まだ年明けてませんけどね。このままちゃん今日暇だね、我慢したんでちょっとご褒美にいっぱいあげときますね。どっちが黒豆ちゃん、はい、こっちね。この豆ちゃん、ミントさん来てるで、持って帰って食べるみたいですね。クリオくんファンの人もね結構いるんですよね。まあこの二人は子供いませんのでね、ただの仲のいい友達みたいな。
クラメちゃんはなんか知らないですけど、クレヨンと仲いいんですね。まあさっきの子供の喧嘩みたいになんかこう、とは似てますね。普通のハムスターはもう殺し合いするんですけどね。クリオとクロムちゃんはなんかそんな感じではないですね。なんかね。おきのこさんどうも、バラです。ありがとうございます。いやだいぶ楽しませてくれましたね。クリオくんとクロムちゃんはね。クリオのやっぱ午後は今年のトレンドでしたね。沢君に続くハムスターとしてやってきたわけですが、まあ、見事にその責任をですね果たしてくれました。偉大なるクリオでしたね。クリオジュニア、クリジローは2日に旅立ちますね。で、ストライピーちゃんも8日ですかね。旅立ちます。で、今のベイビーズは、まあ2月ぐらいですかね。旅立っていきます。まあ、この正月の忙しい時にね、なんか後ろの方でなんかこそこそ動いてるやつがいますね。あ、脱走しんどいてよ。もうカーテンを、バラデスの高級遮光カーテンを、クリオ君ちゃんと入れんねんな、やるからですな。偉いな。あれ、クリオ君がいない。今サメハウスに入って、なんか後ろの子供が気になってしゃあないのはバラデスといいでしょうか。後ろのあいつむっちゃ気になるんですよね。あいつ脱走せえへんかな、心配やな。あのアップサイドのあいつ気になりますね。クロムちゃんちょっと、要は暇だねがなかったらどうするか動画を作ってたんで、結論家に帰るっていうね、それだけ帰るみたいな感じでしたけどね。後ろの人気になる。後ろの人気になる。後ろの人家移動してる。あの後ろのハムスター、クリオジロー、クリザブロですね。クリザブローもうろちょろうろちょろしても脱走しようとしてますね。あいつはね。クリザまた落ちた。クリザブローまた落ちました。またテーブルの下にいます。クリザブローおいで。クリザブロー。
あ、帽子、あ、新年やしな、帽子買っとくか、ほら、じゃあ。クリザボローが帽子の色物に乗ってましたね。あ、新年やから帽子でも買っとき。クリザブロを降格しました。あいつら結構頭いいですからね。一回脱出走できたらまたしますからね。まあ二度あることは三度あるって感じですね。ちょっと後ろの栗三郎が気になりすぎて、さくらちゃんに目がいかないんですけど、ちょっと栗三郎ちょっと脱走せんといてよ。クリサブロ今度新しい位置から脱走を試みてます。クリサブロ気になんねんも腹立つわ。クリサブロは人気者になりそうですね。おるからね。ただ単にバズりたくて仕方ないさん、どうもです。いい名前ですね。パラデスもバズりたいですね。なんかいいバズる方法ないですかね。で次、さくらちゃん一家連れてきますね。あとで遊びにやりますか。はい、こちらが。あと1分で今年終わりますよ。はい、こちらが沢田次郎じゃなくて栗次郎ですね。で奥で寝てるやつがストライピーちゃんですね。この2人は里親決まったんで、もうすぐ旅立ちですね。保管はいますかね。保管寝てますね。まあ、お母さんももうすぐ一人暮らしになりますね。またね、まあね、3匹しか生まれなかったんでね、お母さんもなんか子離れしないですね。いつまでだってもね。ストライピーちゃんも元気でな。
また喧嘩してる。もう出がなって。おかんは全く関与してませんけどね。ストライビーちゃんはね、多分オスなんですよね。で、クリジローはメスだと思います。お、アリーさんどうもです。お、ハッピーニューイヤーです。皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ジャパンは、ハッピーニューイヤーになりました。ハッピーニューイヤー、ストレピー。今、ジャパンは、12時を迎えました。30。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。ストライビーちゃん、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。お、さくらちゃんもハッピーニューイヤー。マミー、今年初おしっこをされてますね。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。クレジロちょっと大げさやね。君いつもじゃあじゃあ言い過ぎじゃん。でで。最後じゃない。最後じゃん、なんか暇だねでも食べたら。はい。近いよ。君ら画面近すぎやからね、いつもね。むちゃくちゃん、どうもです。いちえみさんが明けおめです。やっぱ明けおめはさくらちゃんのめでたい紅白の帽子をかぶっていただきましょうかね。ハッピーニューイヤーハットでございますね。ストライビーちゃん食べないでください、帽子を。ストライビーちゃんこれ食べられないですよ、これ。食べられないです。ほんと仲のいい兄弟。親子ですね、いつまでだってもね。まあ人数は少ないですからね。まあそうなりますわな。もちこさんはいっぱいいましたからね、子供はね。ストライビーちゃん楽しそうですね。プル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 してますね。また喧嘩してる。クリジローはすぐにね、いじめられてますね。まあそんな感じなのもあと2日ですよ、本当ね。クリジローは、デイアフタートゥモローに旅立ちますからね。
仲良しとくんやでいいね、兄弟で。今しか仲良くできへんからな、アプリジロ。クレジロが旅立つので寂しいですね。どういうこと？兄弟いるのもあと2日。なんか兄ちゃんが大学に行くから都会へ行くってな感じですかね。ね、元気でね。ストライビーちゃん最後まで懐かなかったですね。クリジローも。ドラえもんさん、あきおめです。ありがとうございます。新年明けましておめでとうございますね。皆さん、神社行ったりしますか？バルデスは、明日、買い物に行きますね。最近ドラクエ買ったんでね、ドラクエやろうかなと思ってますね。なので、トゥモローイザーラストデイオブディスハウスですね。クリジロー、ミミさんどうもです。元気でな、クリジローもな。あ、名前は適当につけてるだけなんでね、可愛い名前つけてもらえる、もらいなすよ。ストライピーもな、ストライピーってすぐなんかええ加減すぎですよね、名前。グリジローもメスやし。まあそんな感じですわ、こっちはね。さくらちゃんも、はい、元気でやってますんで、なんかほとんど絨毯みたいになってますよね。ホットカーペットマミーになってますよね。こんな感じです。はい、黒豆ちゃんです。じゃあ大人ハムスター随時出していきますね。これはもう帰る気満々やな。これはじゃあ家に餌を切りに帰るみたいですね。寝てますね。フロガールで、ハッピーニューイヤースリープス。
はい、皆さん大好きメイプルちゃんです。ハッピーニューイヤーメイプルちゃん、メイプルちゃんハッピーニューイヤーで、メイプルちゃんハッピーニューイヤーピューレク、ケンタロウさんどうもです。リョウさんどうもです。メイプルちゃんハッピーニューイヤーですよ。ハッピーニューイヤーなのになんか目が開いてないですね。目薬さしますか。病人多いんですよね。サバジローのね、病人ですからね。ちょっと目薬を。これでお目めちらんになりますから大丈夫ですよ。お、サバジロもじゃあ連れてきます、来とりますね。はい、サバジローです。サバジローくんこんな感じです。こんな感じですね。全然出てこないですね。メイプルちゃんです。ミランドさん、ハッピーニューイヤー。ジューさん、あきおめ。皆さん、あきおめです。メイプルちゃんも、あきおめです。メイプルちゃん、ヤドカリハウス入んの？ちょっといろんな問題点が今浮上してますが、まあ、問題点一つ解決しましたね。もうちょっと、はい、問題点ちゃんとクリアしましたね。プログレムをクリアしましたね。
さすがメイプルちゃんですね。けいこさんありがとうございます。あずしさんもありがとうございます。あ、斉藤さんどうもありがとうございます。さくらちゃんもなんか絨毯みたいにされてますけど元気でやってますよ。こちらメイプルちゃんですね。いやメイプルちゃん意外と長生きですね、ほんとね。メイプルちゃん夏まで生きたら2歳ですよ。メイブルちゃん、This summer You will be 2 years old ハムスターになるからな。頑張ってな。なんかメイブルちゃんは死ぬ感じ全くないですよね。なんか末永く生きてほしいですよね。降りられへんの。降りられた。スピーディーやな。帰んの。メーブルちゃんジェットコースします。ゆうこさんです。ゆうこさん今日も寝起き感抜群ですね。まだ私のハムちゃん5ヶ月です。さくちゃんさん明けおめです。あ、皆さん明けおめのメールで忙しいと思いますね、本当にね。まあね、2年生きるハムスターなかなかいないんで、2年生きたらもう上等ですよ、本当にね。まあどんだけ可愛がってもね、2年は生きないですよ、ほんと。まあハムスター人生をね、全うして頑張って生きてくれたらね。東京リベンジャーズ大好きさんどうもです。ゆうこちゃんも、ゆうこさんも明けおめでピューレ食べますか。メイプルちゃんねえ、ベイビーメイブルちゃん doesn't like クリオ&サボですからね。ゆうこさんもね、結構長生きですよね。
ちょっと寝落ちダストを試みるのはやめてください。寝落ちダストをしておりますからね。はい、帰ってください。帰ってください。サバー、サバー、もう元気か。サバー、薬塗ってるんですよね。若干怪我してるんですよね、ここのとこね。まあ元気では一応やってますけどね。サーバーオンステージする。ピカチュウ好きだ。ちょちょ、一丁前に脱走してますね。まあこんな感じですね。じゃあまた大人じゃなくて子供ハムスターに戻したいと思います。ちょっとようこさん入れました。ヨーダン入ったり出たりして遊んでますね。はい、子供です。ハムスターベイビーズむっちゃ寝てますね。えい、何匹おんねん。ハムスターベイビーズでーす。どうも、どうも皆さんこんにちは。ハムスターベイビーズです。今里親募集しております。よろしくお願いします。タカさんどうもです。大量にいますんで、欲しい方は連絡して DM いただければ。今6匹いますけど、他にあと5匹いますんでね。ハッピーニューイヤーです。タカさん、ありがとうございます。いや、かわいいですね。メロウさんどうもです。
シロちゃんが3匹とグレーが2匹とブラックが1匹いますね。そうですね、残りのベイビーはこっちにいるんじゃないですかね。一匹ヤンチャ坊主がね隔離されてますよね。どうも皆さんこんにちは。ハッピーニューイヤーエブリオン。マイネームイズクリオ。ジュニア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 。サンキュー。サンキューエブリオン。マイネームイズクリオジュニア。チェストナットジュニア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 。ハロー。マイネームイズチェストナットジュニア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 。ハロー。アイムナオヒト、アイムフジリナオヒト、ででアイムベリーキュートワン、マイネームイズフジリナオヒト、ジャパニーズフィーマスアクター、ジャパニーズのフィーマスアクター、ナオヒトフジリ。こんな感じですね。こっちはハムスターギュウギュウしてますね。なかなかのギュウギュウ具合ですね。また餌やったらやったで喧嘩始まるんですけどね。今日はねコンビニのミックス野菜で我慢してもらうということでね、ブロッコリーがないんでね、あんまり皆さん飛びついてこないですね、あんまり興味なさそうですね。1,2,3,4,5,6 ここにもいますね。7ですね。今7と3と1匹隔離されてるんで、この7匹は仲いいんでしょうね。本当もう相性問題はね、特にね相性問題がありますよね。なのでもう相性を考えるのめんどくさいんで、もう全部一匹ずつね、しばらく虫かご生活していただこうかと思ってますね。
まあ欲しい方はぜひともね。DM の方をお願いしますね。あんまり決まらないんで、来月から今月から東京行きますわ。もう今月多分東京まで足を運べばもらってくれる人いるんじゃないかなと。思いますね。めっちゃ走って移動してきましたね。この子はなんか本当活発ですね。あいつまだ脱走を企んでますね。戻るも早っ。なんか人数増えてきましたね。下へアンダーへアンダーへ。元気ええなあんまな。キョンさんどうもです。ノリさんどうもです。ユキオさんどうもです。ハムスター赤ちゃんです。欲しい方は DM ください。里親募集中です。なんかもみくちゃになってますね。なかなかこのジャムな感じになってますね。ハムチーズプリプリしていいですか。ハムチーズプリプリしようが、ここにいい感じのハムチーズがありますからね。ハムチーズプリプリしてますね。なんだハムチーズプリプリ。野菜食べたろ。ハムチーズプリプリ。ハムチーズプリプリしたかったのにな。ハムチーズがどっか行きましたね。いやー、めでたいですね、ほんとね。バーヤンさん、どうも、こんばんはです。ハムスターベイビーたちは新年を迎えてさらに元気そうですね。めっちゃあくびしてますね。
一人ね、やんちゃ坊主が隔離されましてね、今10人で2部屋で過ごされてますね。ハムスターガリガリ、やっぱハムスター的には気持ちいいんでしょうね。むっちゃガリガリしてますね。あ、置いといたいよな、はい、ハムスターガリガリしたいがな。直人可愛いですね、やっぱね。アリナさん、ありおめです。これ直人ですよ、めっちゃかっこいいですね。手前の人もなんかついでにハムスターガリガリしてますね。みんな集まってきて、ハムスターガリガリ。もう夢中になったらやめられない、ハムスターガリガリ。周りの人迷惑そうですけどね。土台になってる人迷惑そうですね。ハミさん、どうもありがとうございます。明けましておめでとうございます。おー、アリナさん、今日もいいねをたっぷりありがとうございます。また1100いいねになりました。ありがとうございます。まあ今年もがっつり YouTube と TikTok でやっていこうかなと思ってますんで、 YouTube ね、もうすぐ収益化ができて年内に行けるかなと思ったんですけどね、ダメでしたね。まあ1月中にはなんとかね、収益化できるようになったらね、 YouTuber としてデビューしますんで、その時はまたよろしくお願いします。まあハムスター投稿でね、なかなか YouTuber になるのは大変でしたけどね、まあ、4年かかりましたが、なんとか今年 YouTuber になって、皆さんにもお返しをしていきますんでね。どうですか皆さん、まだハムスターガリガリやりますか。ハムスターガリガリむっちゃ人気ですね。むっちゃ起きてきましたね、ハムスターはね。まあ今年の抱負としましては、まあ YouTuber になるということと、まあハムスター私に1月に東京行きますんで、東京方面の方もね、ぜひ応募の方よろしくお願いしますね。まあ、こんな可愛いやつが11匹おりますのでね、皆さん欲しい人はどんどん応募してくださいね。
一応この赤ちゃんたち噛んだりしないんで、はい、可愛らしい感じで仕上がっておりますんで、欲しい方はぜひともどうぞ。まあ白いベイビーもいますし、まあ、グレーベイビーもいますんでね、欲しい方はぜひともね、こんな感じで可愛らしく仕上がっておりますんで、まあ、大きくなってもたかが知れてますんでね、ジャンガリアンなんでね、そんなむちゃくちゃでかくなりませんので、まあええとこ14、15センチぐらいですからね。いや本当皆さんこんなね正月のクソ忙しい時に来ていただいて本当にありがとうございますね。ハムちゃんも喜んでると思いますよ。ピューレ食べる人いない。ちっちゃい時はみんな食べてたのにな。大きいなったもんね。なんかさっきいたメンバーはこっちに移ってきただけっていう感じですね。他のメンバーもどんどん、シロちゃんみんなこっち行きますね。なんかシロちゃんだから目立つんでしょうけど、エマちゃん、ソフィアちゃん、ホワイトちゃん集合されましたね。なんか色で分かれる傾向は確かにありますね。なんか自分と似てるからなんですかね、やっぱりね。こんな感じでね、こっちはグレーハムとブラックハムですね。可愛らしい感じですね。グレーベイビーも可愛いですね。お、もう一人入られましたね。ハムスタートリプルハムスターズになりましたね。ここで喧嘩になるとややこしいことになりますからね。ドントファイトですよ。いやちっちゃくでかいですよね、本当にね。白いハムスターもね可愛いですけどね、まあ、クリオじゃないですけどね、なんかボッサボサのやつも結構可愛いですよね。なんか散髪してないトイプードルみたいな。俺はもっと散髪したら可愛いぜみたいな犬よく言いますけど、あんな感じですね。こんな寒いとこありますよね、本当にね。まあ正月なんでめでたいですよね、ここね。わかんない。
わからんけど、わかんないですけどね、めでたいですね。30、30、30、やっぱハッピーハムスターもね、ハッピーになってもらわないと。ね、カインドホスターピアレントがね、集まってほしいですよね。ねえ、翔ちゃん。真ん中の人しんどそうですね。お、ジョーガーさん、ハッピーニューイヤー。サンジュサンジュ。トリプルハムスターハッピーニューイヤー。まあ、挟まってるというか、まあ挟まってる挟まってるか言われたら、まあ挟まってますね、はい。まあ自ら望んで挟まってるんで、ハムスターってね、モフモフなんでね、意外とちっちゃいんですよ。だからね、まあ、ゴールデンハムスターぐらいになったらここ1匹も入れないと思いますけどね。まだ子供なんで3匹4匹入れますよ。自ら望んでギュウギュウしてますからね。ひーさんどうもです。明けましておめでとうございます。皆さん今年もめでたい感じで、七福神ならぬ11福ハムでございます。イレブンハッピーハムスターズでございますね。ありがとうございます。一方のこちらはシロちゃんですね。ソフィアちゃんとエマちゃんとこんな感じですね。ソフィアちゃんは土台になっておりますね。かわいいですね。ソフィアちゃん何食べてんの？ひまたね食べてんの？ここにも一匹いますね。もぐ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 。やみ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 たい。うまそうにひまだね食ってますね。ひまだね食えるようになったら一人前ですよね。
こっちの挟まってる人たち猛烈に挟まってますが、ほっぺの中から餌取り出しにくいみたいですね。まあ、そんなに密集してたらね、移動はしにくそうですね。グレーベイビーがだいぶ追い詰められた感じになっておりますが、この中に餌でも投入してみましょうかね。ちょっとベジタブルを投入してみたいと思います。クリオがニューイヤーランをしたいそうなんで、ちょっとクリオを連れてきますね。クリオ is doing ニューイヤーランニングですね。よいしょ。クリオニューイヤーランを見せてくれ。 Show me your ニューイヤーランニング。クリオ挟まってないで、ニューイヤーランニングをお願いします。ニューイヤーランニング、ニューイヤーランニング来た。クリオ君のニューイヤーランニング来ました。ゴゴ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 。クリオ君かわいいですね、いつ見てもね。クリオ君ニューイヤーランニングです。エゴゴ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 ゴエゴゴゴゴ。ナイスランでしたね。まだ行く。ハッピーニューイヤーランですね。グッドですね。バルデスは正月なんで、ちょっといつもより多めに酒を飲もうかなと思ってますね。いや、いいですね。ハッピーニューイヤーですね、本当にね。
ピーニューイヤー、ハッピーニューイヤーベイビーズですね。帰ってきました。脱走しないでください。エマちゃんすぐ脱走しますからね。そうですね、これは This year もね Make many babies しますからね。さんもありがとうございます。明けましておめでとうございます。参加すんのかい、参加すんのやめた方がいいと思う。フォーハムスターは無理だと思う。可愛いですね、本当にね、うちのハムスターはね。まあ欲しい人はぜひともね、DM の方をしてくださいね。ではないですね、兄弟ですね、11人兄弟です。お母さんはもう子育て終わってます。おハムチャンネルさん、明けましておめでとうございます。お久しぶりです。なんかね、子供たちね売れ残りだらけなんですよね。もじこさんベイビーね、11匹中10匹が売れ残ったんでね、いよいよ東京に行くことにしましたんで、ハムチャンネルさん家にも白いやつと、この白いやつとね、あと何匹か欲しいだけ差し上げますんでね、またメールくださいね。白とグレーと黒といますんで、東京まで行くことに、1月に東京行くんで、まあ多分22とか、早く決まれば15とか、まあ日曜日日帰りでもパパッと行きますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ハムスタージャムパッキング、ハムスターギュギュでございますね。そうですね、もちこさんベイビーです。結構ね、関西でさくらちゃんベイビーはもうみんな決まったんですけどね、もちこさんベイビーが全然決まらないんで、
可愛いんですけどね。大きいのありましたよ、本当にね。もうみんな自分で過ごしてますね。まあ、自分で白3匹いるんで1匹あげますよ。東京連れて行きますよ。こんな感じで仕上がっておりますんで、シロちゃん3匹いますんでね、1匹は決まったんですけどね。3匹いますんで、ついでにグレーとノーマルマ差し上げますんで、こんな感じでうじゃうじゃと言いますんで、君は隣に行くんだね。ボトッと落ちた。ハムスターリュウジュウは参加できないよ。どうしましょうかね、15か22ぐらいに日曜日に東京行きます。どうしようかな。まあ着いたらもうすぐ帰るんで、まあ早くて東京着くのは2時3時ぐらいになりますかね。まあ各駅で名古屋とか京都とかで降ろすんで、まあ2時3時にはなると思うんですけどね。そうなんですよ、売れ残りがね今回ね、まあ兵庫県でしか応募してなかったんですよね。まあインスタもやってないんでね、そっちもありますよね。あ、じゃあそろそろ TikToker の皆さん、あれインスタの方に切り替えますね。まだ戻ってくるかもしれないですけど、インスタの皆さんにも新年の挨拶をしておきますかね。じゃあ TikToker の皆さん、インスタ移動です。インスタ久しぶりやな。みんな元気してるかな。ここにもね、人気いますね。お、猫さんどうも、ハッピーニューイヤー。ゾングリーさん、ハッピーニューイヤー。ジュンさん、ハッピーニューイヤー。ジャスミンさん、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューハムスター。岩田さん、ハッピーニューイヤー。ジャパンイズジャニュアリーファーストハムスターベイビー。ハムスターベイビーズハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。頑張れインスタ、インスタ重たい。ハッピーニューイヤー、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 ハッピーニューイヤーベイビー、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤースリーピー。ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。ロングタイム、鈴やジーザスさん、ハッピーニューイヤー。ハリーさんもハッピーニューイヤー。ワンペンさんもハッピーニューイヤー。ジョインドさんもハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤーベイビー。エマちゃん。スーパーキュートハムスター。Thank you。押したからなんか。ソフィアちゃんが、プレイウェーバンズさん、ハッピーニューイヤー。ラッキーさん、ハッピーニューイヤー。ハプシッピーさん、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。This baby has no name. But I call this one Emma. Emma ちゃん。Thank you. Happy New Year, baby. Double Happy New Year, baby.ソフィアちゃんとエマちゃんですね。アンドメニーベイビーズですね。はい、メニーベイビーズです。ハッピーニューイヤーエブリワン。ハッピーニューイヤースリーパーですね、この人はね。ブラックベイビーズ、すごいことになってますよ、これ、ね。ハッピーニューイヤー。グレー、ブラック、ブラックって感じですね。30、30、30、30。なかなかすごいハッピーニューイヤーです。ハッピーニューイヤースリーパーですね。参加しますか。シロちゃんも入る。うわぁ、うわぁ、めっちゃゴーゴーするやん。うわぁ、ベリーアクティブやな。Yes, Creo Babies. Creo's 11 Babies.
マザーイズライスケーキ。いや。なんじゃこれ。なんじゃこれ。なんじゃこれ。やっぱニューイヤーにふさわしい顔ですね。ハッピーニューイヤーベビーズ。君は新年にふさわしいね。イレブンベイビーズですね。他にもいますよ、いっぱい。こっちとか。イレブンベイビーズ 2KG ですね。こんな感じですね。30。ベリーキュートリップ、リップス、キュートノーズ、キュートアイズ、キュートイヤーズ。なかなかのプリプリ感ですね。プリプリですね。日本人来ないですね。ハムスター早くもらいに来てほしいんですよ。みんなも寝ちゃったんですかね。ホワイトイヤーズですね。クリオジュニア、サバオジュニア、ジュニア。オープンワイズしてた。君はサバオジュニアやろ。サバオジュニアね、いっぱいいるんでね。2サバオジュニアカラー、この人もサバオジュニアカラーですね。サバオジュニアジュニアです。カラーがね、バットオールクリオジュニアです。サバオジュニアも入る。4ベイビーズになりました。4ベイビーズ。マムはリブズアローンですね。シーフィニッシュドテイキングケアオブベイビーズです。4ベイビーズになりましたね。めっちゃぎゅうぎゅうですね。これぞハムスタージャムパッキングの感じですね。まあ4人入れるだけすごいですよね。あ、ミンドさんありがとうございます。なんか1匹増えて4人になりました。もうなんかぎゅうぎゅうすぎて苦しそうですけどね。自ら望んでぎゅうぎゅうしてますからね。バラですが強制したわけではありませんので。
口開いてるやんな。アイムウォーリードですね、ほんとね。食べるんかい。食べたらまたデブって大変なことになるけど大丈夫なの？まだみんなお腹たっぷんたっぷんになって出られへんなるで。フルハウスですよ、本当にね。いや、ちゃんとあるんですよ、こっちに。広いトイレがね。だから寝床にしてますね、トイレ3つもありますからね、こっちにも、ね、とりあえずぎゅうぎゅうしたいんですよね、ハムスターは。まあ、お互い一緒にいたらね、ぬくいですからね。いや、ほんと大きくなりましたよ。一応ね、
まだ子供たちは里親募集してますんで、全然決まってないんでね。まあ一応1月15か22、20、遅くとも29までの日曜日に東京まで行きますんで、欲しい方はぜひとも DM の方よろしくお願いします。ハムスターベイビーたちがね待ってますからね、うじゃうじゃいますけどね、11匹いますからね。こっちはこっちで寝てますね。こんな感じでシロちゃんも3匹いますからね、欲しい方はぜひともよろしくお願いします ね。かわいいね。おお、アリエさん、ハッピーニューイヤコットンボール。この子たちはまだ決まってませんね。タイヤード。リンドさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃん。スリーピーソフィアちゃんですね。寝ちゃいましたね。こんなパターンもあるんですね。手が疲れてきますね、これね。ハムスターベイビーたちね、意外に持続力がね、持続力がないんですよね。暴れるくせにすぐバテるっていうね、そういう傾向が見られますね。まあしゃあないですよね、子供なんで。すぐ喧嘩しますけど、すぐ寝ますね。ハッピーニューイヤースリーピング
新年寝ます的な、新年私は寝ますみたいな、そのような感じに仕上がっておりますね。可愛いですね。まあパラダイスのお手は36度ぐらいあるんでしょうからね、ハムちゃんもぬくいんでしょうね。超可愛いですよね。まあこれより可愛いものはこのようにないのではないかと思いますね。まあ、バラダスもハムスター飼い始めて4年経ちますよね。本当、まあ、今までいろいろありましたがね、まあ、こんだけ可愛いもんが可愛い感じになっておりますな。都会ですね。まあ可愛いですね。それ以外言葉も出ない。欲しい方はぜひとも DM の方くださいね。アリスさんサンキューです。ソフィアちゃんです。ソフィアちゃん is sleeping ですね。ちゃん寝てますね。ソフィアちゃんバラですってだるいねんけどな。マリアスさんどうです。マリアスグレックさんどうです。飼ったペットはまあちっちゃい子供の時は犬とか猫、犬とか飼ってましたよ。犬スビネちゃんはね雑種の白い犬だったんですけどね、17年生きましたね、まあそれ以来犬は飼ってないですね。もうあまりの悲しさにね。すみれちゃん17年生きましたね。あとまあ犬も4匹ぐらい飼いましたかね。あとはハムスターちっちゃい時ハムスターとか飼ってました。いろいろウサギとか犬とか、ウサギのミミちゃんも結構長生きしてましたね。あとベニスズメも飼いましたね。文鳥も飼ったかな。まあ子供の時の話ですけどね。もうねスミレちゃんは長生きしたんでね、17年生きてたなんで、ね、バラスが高校生ぐらいの時からずっといましたんで、まあ、最後は本当仮装しましたね。ペット仮装をやりましたよ。本当可愛かったですよスミレちゃんね。こっちはハムスターギュウギュウですね。わエリスさんどうもです。よう寝ますね本当にね。
まあしばらくそれからは動物飼ってませんでしたよね、子供の時からは。まあ40過ぎてからハムスター飼い始めたの、4年前に飼い始めて、まあ YouTube インスタ始めて、ウサギはね外で飼ってましたね、なんか雑草むっちゃ食ってましたね、ミミちゃん。まあ家の中でも飼えるしハムスターはね、まあ、犬とか猫はハードルが高いですけど、ハムスターはね、まあバラですの、もう人に勧められて飼い始めたんですけど、ね、4年前に大福くんといちごちゃんが来て、そっからいろいろなんやかんやで、ね、子供も40匹生まれてましたしね、いや本当に懐かしいですね。まあ、今ではハムスターライブ配信がもう有名になってきて、ね、もうすぐ YouTube も YouTuber になろうかというね感じまで行きましたね。まあ、YouTube が収益化できて YouTuber になったらね、皆さんにもぜひお伝えしましてね、なんていうんですか、いろんな、あ、泣かないペットいいですよね。バルデスのベニスズメもう全然泣かなかったですね、ピー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 ぐらいで。バルデスはね、子供の時は犬とか猫とか動物、ゴールデンハムスターもいましたけど、金魚とか魚取りもよく行きましたけど、とりあえずなんか繁殖させるのが夢だったんですけどね。まあ、ジャングルハムスター飼い始めて、まあスミレちゃんも実は前に花子ちゃんっていうのがいて、花子ちゃんは5年ぐらいで死んでしまったんですけど、花子ちゃんの娘が6匹生まれたのがスミレちゃんがその1匹で、スミレちゃんはずっと家にいたんですけど、まあそんな感じでこういっぱいね家族増やしたい感じなんですよね。うちのこのベイビーたちもねいっぱい生まれたんでね、どんどん I don't know ですね、 boy or girl は。いっぱい家族ね作って、みんなさんにねもらわれていってほしいですよね。いや、 やっぱ新年はやっぱいいですね。まあ日本はもう夜中の1時半になってますが、ヨーロッパの皆さんはまだYourUrope is evening ですか。アメリカなんかまだモーニングですけどね。まあそれもいいじゃないですか。やっぱ新年はやっぱバッチリね、ハムスターライブ配信して、なんか可愛いですねこの4匹ね。まあ明日からちょっと別々のケージで飼おうかなと思ってるんで、
明日はちょっとハムスターケージを探しに行ってきますね。一番可愛かったのは、やっぱ犬ですね。やっぱ犬はね、もうほんとなんか人間のなんか子供ぐらい可愛いですよ。やっぱ犬は、猫は飼ったことないんですけど。頭もいいですしね。スミレちゃんがやっぱすごかったですね。まあ感情移入しちゃいますよ、やっぱりね。でもハムスターはそこまで懐かないですしね。社会性もないですけど、でもまあ飼い始めて4年経ちますが、まあいろんなことありましたけどね。こんな小さいハムスターにたくさんの人がね、こう感情移入していただいてね、本当に東京まで行ったりもうしましたしね。 MM さんありましておめでとうございます。犬はもうね大変ですよ本当にね。ダディは寝てますね、ここにいますね。ダディスリープしてますね。かわいいですね、本当に。まあね、でも懐いてきたらハムスターも噛まないですし、うん、まあ、バラエスはいつも一緒に生活してますんで、なんですかね、あんまり犬猫と変わんないとは思いますよね。ドラマチックですよね。まあ例えば犬の一生を YouTube でやるってなったらね、もう20年ぐらいかかるわけですけど、ハムスターは 2年で死んじゃいますからね。まあその生き様みたいなのをこう皆さんと共有することによってね、うちのハムちゃんも本当幸せだったと思います。皆さんに可愛がられてね、いろいろいましたけどね。人生、ハムスター人生は短いですけどね、こう精一杯みんな生きてますからね。まあそれの短縮版ですね、犬とか猫とかのね、短縮バージョンみたいな。
まあこんだけギュウギュウしてたら本当息するのも大変だと思いますが、本当この4匹は可愛いですね。まあ、MM さんもね、本当長い間お世話になってますけど、まあ、今回このベイビーたち里親は全然決まってませんのでね、ぜひともよろしくお願いしますね。まあ、1月に東京一応日帰りでも行こうかなと思ってますんで、竹縄さんどうもです、ありがとうございます。まあ縁も滝縄ですね。磯ヤンさんどうもです、ありがとうございます。こっちのベビーたちもめっちゃ寝てますね。はい、こんな感じでございますね。ミニチュアダックスフンド可愛いですよね。まあハムスターもね、トイレを覚えたりするの大変ですよ本当にね。まあ犬派猫派っていうのはあると思いますけど、バルデスは犬しか飼ったことないんで猫わかんないですけど、どうなんでしょうね。今は猫の方が増えてるみたいですけど、まあ犬より猫よりハムスターの方が自由で可愛いですよね。まあ今日はこんな感じですかね。吠えるとうるさいですよね犬はね、もうチャン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 いますからね。ハムスターはそこまでうるさいことはないですよね。そうですね、早く、まあ東京までまた行ったらね、まあ4月こと去年の4月は東京まで行ったんで見つかると思いますんで、まあこんだけ可愛かったらね、まゆみさんどうもです。まあこんな感じですかね、今日はね。やっぱ新年一発目ね、ハムスターギュウギュウもいい感じで仕上がっておりますし、今年は YouTube 頑張って収益化できるようになったらね、皆さんに還元していきたいと思いますんで、まあ YouTube 収益化できたらね、 YouTube オンリーでやっていくことになると思いますけどね。猫派の人の方が多いと思いますですよね。今はやっぱ猫派多いですよね。犬はね散歩行かないといけないですし、主人に忠実なんで、もうなんか
面倒見るのが大変ですけど、猫は比較的自由に過ごしてますけどね。まあ猫より犬の方が手かかりますわな。ハムスターもハムスターで毎日手かかりますけど、まあ散歩行かなくていいんで、部屋んぼでいいですからね。その辺はいいですよ。さあどうでしょう。まあ新年もまだ見ていたい。確かに新年明けましておめでとうございます。皆さんバルデスも元気でやっておりますよ。いや本当にね、なんていうかこう、ハムスター配信でこうなんかね、 YouTuber でになった人って言うても少ないと思うんでね、今年はそれを目指してね頑張りたいと思いますね。いやーありがとうございます、ハムチャンネルさん。また今年も東京行きたいと思いますね。どうでしょうね。まあ10匹いるんですけど、1匹は決まったんでいいんですけど、あと10匹をね、まあ東京まで送り届けるとして、まあ最終的にハムチャンネルさん家にね、まあ、残ったハムスターは全てお渡しすることになるとなるとして、まあ途中の京都、名古屋、横浜あたりですかね、何匹もらってくれる人がいるかちょっと分かんないですけどね。うちの子はまだ走り出しました。いいですね。でもハムスターといえばね、やっぱゴーゴーしないといけないですからね。なんかクリオが落ちてきましたね。クリオも頑張って今年もね、たくさん子供を作ってほしいですね。まあハムスター
ベイビーたちはね持続力ないんで、すぐにバテるんで、こんな感じでもう爆睡してますけどね。大人ハムスターも寝てますね。強さんのもです。まあ4匹ジュージューしてますんで。トイレ行きたい時とかどうするつもりなんですかね。なかなかしんどいと思いますね、この4匹はね。3匹だったらなんかちょっと出られそうな気もしますけどね。もはや4匹目はどこにいるかもわかんない。あ、いましたね。真ん中から息を吸ってますね。小学生のソラ君も今年中学生ですよ。今日は来ないんですかね。なんか新年になったんで来てほしいですね。もう寝てるかな。ホーリービーンズは寝てんのかな。まあ、じゃあとりあえず子供たちは蓋をしてクリを連れてきますかね。こちらはクリオですね。これはモーリービーンズ会いたい。ビーンズ寝てますね。これはもう家借りたいんですかね。
ーレイ・ビーンズ&クリオ、モーレイ・ビーンズ&クリオ、待ってくださいね。モーリー・ビーンズを、まず入れますね。モーレビーンズ&クリオです。クリオイズアファーザー、イレブン&スリーベビーズ、サクラちゃん、チェリーブロッサム&ライスイーク、クリオでーす。ノラ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 、これはペロ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 してましたね。ペロペロ送るようですね。まあ、バラスも酔っ払ってきて何が何だかよく分かんなくなっていました。まあインスタグラム減ってきたんで、インスタ終わってもう一回 TikTok 行って、でから終わりますかね。だいぶバラですが疲れてきましたね。クリオスーパーリッキングされてますね。
テクドッカーの皆さんどうもです。もうすぐに終わるとは思いますが、クリオがペロペロアピールをしてますんで見立ってください。よろしくお願いします。クリオ&モーリービーンズです。ありがとうございます。クリオ、クリオはクリオでいいんですけど、モーリービジネス doesn't like クリオですからね。本当に怖いですね。30、30、30。クリオ&モーリー・ビーンズ。さあ、だいぶ視聴者も減ってきましたんでね、この辺で終わりたいと思います。TikToker の皆さんもありがとうございました。今年も頑張って、ハムスター赤ちゃんの里親頑張って探したいと思います。こっち赤ちゃんなんですけどね、なかなか里親さん見つからないんでね、今年は東京まで頑張っていきたいと思いますんで、新大阪から東京の間でね、皆さんにこの可愛いハムスターを私でいますんで、ぜひとも DM の方よろしくお願いします。一応日にちは15日か22日で、日曜日で考えておりますんで、このような感じで可愛らしく仕上がっておりますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日は頑張って3時間やりましたんで、また明日続きをやりたいと思います。それでは皆さん、また明日。 See you tomorrow.